皆さんこんにちは、スピーチャリーチ3人です。今日もありがとうございます。今日は以前からお伝えしていた通り、水瓶座満月の日です。今回満月を迎える水瓶座のキーワードには、自立心、未来、 IT、 インターネット、最先端技術、多様性、博愛精神、そしてジェンダーレス、こういったものが挙げられると思います。今水瓶座の時代と言われていますけれども、このキーワードからも分かるように、これからの時代を生き抜いていくために必要不可欠な要素をもたらしてくれる星座なんですね。今回そんな水瓶座のエネルギーを取り入れて、風の時代への移行を促すヒーリングをお届けします。ヒーリングを受けていただく方は、ぜひこのヒーリングを受けた後にどうなりたいのかをコメント欄に書き込んでみてください。そのコメントにもエネルギーを流させていただきます。視聴する際は立っていても座っていても大丈夫なんですけれども、できるだけ全身の力を抜いてリラックスしてください。画面の前で目をつぶって感じていただくだけでもいいですし、ただぼーっと見ていただくだけでも大丈夫です。ただできれば動画の中でエネルギーを僕が送りながら声でちょっとした誘導もしていきますので、それに合わせてイメージングもしていただければより効果が上がります。画面は見なくても音を聞いているだけでもエネルギーが通りますので、音はオンにしてご視聴ください。それでは早速始めていきたいと思います。水瓶座満月のエネルギーヒーリング、お楽しみください。手と手の間にあなたのハート、胸の部分をイメージしてください。あなたのハートはどんどん癒されていきます。手と手の間にあなたのお腹をイメージしてください。あなたのお腹にたまった未完了の感情や我慢してきた気持ちが解放されていきます。
手と手の間にあなたの頭をイメージしてください。古い観念をクリアにしていきます。手と手の間にあなたの DNA の螺旋をイメージしてください。 DNA が修復され、 DNA の色が鮮やかになり若々しくなっていきます。DNA の一粒があなたの体の中に入って、体全体にきれいな DNA が広がっていくイメージをしてください。それでは今日のヒーリングは以上です。この動画は公開しておきますので、
何度でもご利用いただけます。あなた自身とあなたの人生の変容をこれから楽しまれてください。それでは今日もありがとうございました。あなたの大成功をお祈りしています。